私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近引っ越してきたママ友の萌さんって人がいるんだけど、すごく若くて元気なんだよね。それだけだったらよかったんだけど、なんだか私を目の敵にしているようで。ちょっとこの部屋どういうこと？なんで私だけ物置部屋なのよ。なんでだと思いますか？それはなるみさんにぴったりだからですよ。今日はママ友旅行でみんないいホテルに泊まるって話だったよね。事前に見てた部屋もすごく綺麗だったはずなんだけど。もしかしてなるみさんもあんな綺麗なところに泊まれると思ったんですか？それはちょっとずうずうしいな。ずうずうしいというより、まさか物置部屋だとは思わなかったわ。どういうつもりなの？部屋が準備できなかっただけですよ。それでどうしようかなと思ったんですけど、なるみさんだったら優しいし許してくれるかなって。ほら、他の人たちって怒ったらすごく怖いじゃないですか。でもなるみさんだったら優しくて許してくれそうだなって。許す許さないの問題じゃないでしょう。そもそもどうやったらこんな部屋が準備できるのよ。聞いてくださいよ。実はここ私の知り合いがやっているホテルなんです。それで一部屋面白い部屋準備できないかって聞いたら、あそこを準備してくれて。じゃあわざわざ私のために特別仕様でここを準備したってことね。あ、別にそういうわけじゃないんですよ。純粋に人数が多くて一人部屋が準備できないって言われちゃったんで。前から思っていたけど、なんでそうやって私を目の敵にするの？まだ引っ越してきて間もなく、私あなたに目をつけられるようなことしてないはずなんだけど。萌、言ってる意味がわかんないかも。は？だって私、別になるみさんにどうしようとか、そんなこと思ってないもん。どうしてそんな意地悪言うんですか？今現状で意地悪されてる側だからね。こんな物置部屋を用意して悪気はなかったなんて言うつもりはないでしょう。この際だから腹割って話しましょうよ。それより大丈夫なんですか？妊婦さんなのに、そんな埃っぽい部屋。大丈夫じゃないからこうやって抗議してるんだけど。でも大丈夫ですよ。それなりに掃除してると思うんで。そう思うならあんたが泊まったら。私ホコリアレルギーなんですよ。くしゃみも涙も止まらなくなって体中痒くなっちゃうんで無理なんです。そもそもあなたの主張だったら部屋が準備できなかったって話だったけど、それだったら別に他のホテルにしてくれてもよかったのに。引っ越してきたばかりのあなたがなぜか幹事をやるって言って怪しいと思ったけど。だから別に何も深い意味はないですって。ただ私がそこに泊まりたいなと思っただけですよ。もういいわ、話にならないから。どうするつもりなんですか？大丈夫ですよ。寝る間の少しの時間だけじゃないですか。どうして私にそんな嫌がらせをするのかを話してくれないならもう何もしないから。ちょ、待ってくださいよ。じゃあ正直に話します。別になるみさんのことが嫌いとかそういうわけじゃないですよ。ただ私、小さい頃から一つだけずっと思っていることがあって。何？女ってすごく怖いじゃないですか。特にグループとか組んじゃうと。だけどその女性たちが怖くなくなる時があるんです。なんだと思います？そんなの知らないわよ。それは共通の敵がいる時なんですよ。誰かの悪口をみんなと言っている時は一致団結して仲間みたいになるんです。私は今までもこれでママ友グループでいつもトップに立ってました。今回も同じです。誰か共通の敵を作った方がいいんですよ。なるほどね。それで私を嫌われ者に仕立て上げようってことか。それであなたもみんなと一緒に悪口を言えば自分はグループの中に入れるとでも？そうなんですよ。女っていつもそうなんです。自分が悪口を言われたくなければ悪口を言う相手を差し出せばいいんですよ。私って頭いいでしょ？それでどうして私なの？いろいろ考えたんですけど、なるみさんって見た目綺麗じゃないですか。それからスタイルもいいし、旦那さんもイケメンで、しかも社長さん。なるみさん自体も会社勤めで、家は戸建てでワンコまでいる。言いたいことわかりますか？全くわからない。恵まれている人間っていうのは周りから目をつけられやすいんですよ。私は不幸なのにあの人だけずるいとか、なんであの人は幸せそうなのとか。なるみさんはうってつけのモルモットなんです。頭悪そうに見えて意外といろいろ考えてるんだね。まあ別の方向に頭を使えって感じだけど。ということなんで、なるみさんはこれから嫌われ者になってくださいね。私のために。お断り。とりあえず今はその汚い部屋で寝てください。あなたにはお似合いですよ、なる
みさーん。別のホテル予約してるからそっちに行くわ。は？もともと別の予約取ってたんだよね。そもそもこの部屋だったらキャンセル料も何もかからないでしょ。は？ダメ！他のホテルに行ったらちゃんとお金取るからね。その場合私もホテルの上の人に相談させてもらうよ。部屋がなかったからって物置部屋を使うようにって言われましたってね。な、もしそれでも動いてくれないようならネットに拡散でもいいかも。今の時代簡単に話が広がって多分ホテルの特定とかされちゃうだろうね。ま、待ってよ、なるみさん。そもそもなんで他のホテルの予約が取れるの？今は結構家族連れも多いし、長期連休だから絶対取れないはず。あなたが私の部屋を予約してないっていうことは先に分かってたから。嘘よ、分かるはずない。情報通の友達がいるからね。その人が調べてくれたんだ。だから私別のホテルを予約してて、そっちはすごい綺麗なんだよね。だから私そっちに行くわ。じゃあね。え？嘘でしょ？冗談じゃなくて本当なの？ちょっとなるみさん。数日後。この前はよくもやってくれたわね。それって私が言うセリフなんじゃないの？なんであなたの方が被害者みたいな面して LINE してきてんのよ。せっかくなるみさんのために準備した場所だったのに、全部無駄になっちゃったじゃないですか。前から思ってたけど、わざわざ敬語使わなくてもいいよ。みんなの目があるときは敬語で、LINE とかはタメ口で、そういう周りの目を気にしてやってる行動、全部気に食わないから。なんなのよ、その態度。もう少し、可愛らしい態度取れないわけ。怖いよ。これでいい？もういいわ。そうやって笑ってられるのも今のうち。うえぇ、なるみさんに倉庫に閉じ込められたよ。は？誰か助けて。昼間は暑くてこんなところにいたら倒れちゃう。げ、グループラインでわざわざ言ってるし。何してんの？何してんのはこっちのセリフよ。今日私の家にあんた遊びに来てたでしょ。帰り際に私のことを倉庫に押し込んだくせに。何を言い出すかと思ったら、私は今自分の家の倉庫に閉じ込められてんの。多分扉に突っかえ棒かなんかしてて、中側からは開かないし。あなたの家に来ていたのは私だけじゃないでしょう。ママさんたち複数に集まっていたんだから。私が犯人かどうかわからないんじゃない？私に個人的な恨みを持っているのはあんただけなのよ。それに見たの、あんたが私を倉庫に突き飛ばすところ。適当なこと言わないで。私はそんなことしてないから。グループラインでもみんな心配してくれてる。早く誰か助けに来てくれないかな。めちゃくちゃ暑くて水分補給もできないし。なるみさん、これは警察に言われてもしょうがないことよ。だから私やってないってば。私があんたの顔を見たって言ってんでしょ。ふぅ、いい加減にしなよ。前回のやり返しのつもり。キャー、助けて。なるみさんが私を倉庫に突き飛ばして出れなくしちゃった。警察でも何でもいいから呼んで、助けて。自演をつ。え？全部自分でやったことなんでしょ。本当にくだらない。違う、なるみさんが私のことを倉庫に突き飛ばしたの。私そんなことやってないし、誰も信じてないよ。グループラインではみんな信じてくれてるもん。グループラインよく見てみなよ。は？それダミーっていうか、本当のママ友は一人も入ってないよ。は？マジで意味わかんないんだけど。名前見たらわかると思うよ。みんな一文字ずつ、漢字違ったりしてるから。嘘？本当に？でもそういえば個別ラインは誰も送ってきてくれていない。じゃあ、何なのこのグループラインは。私を守るために準備されたものかな。そこでギャーギャー騒いでも意味ないよ。ママさんたちの耳には入ってないからね。じゃあいい、個別ライン送ってやる。残念だったね。誰も信じないと思うよ、そもそも。なんでよ。だって私、みんなより先に帰ったんだもん。え？玄関先でお見送りしたあなたは気づかなかっただろうけど、旦那が迎えに来てくれて、みんなの前で車に乗って先に帰ったの。だから、容疑者候補からは一番に外れるわけ。そうだったの？でもほら、その後帰ってきて倉庫に閉じ込めたみたいな。そんな手のかかることするわけないじゃない。もし本当にあなたが閉じ込められたっていうなら、私以外の誰かだね。まあ、自作自演だから。って、あれ？何？どうしたの？マジで開かない。は？マジで開かなくなってる。なんでなんでなんで？なるみさん助けて。やばい、本当に開かない。無理だよ、私。この後ちょっと用事があるんだもん。だから旦那が迎えに来てくれたわけだし。いやいや、本当に冗談じゃなくて、今回は嘘でもないの。開かない、倉庫の扉が開かない。立て付け悪いとか？そんな感じじゃない。なんかマジで開かない。他の人に頼んでね。申し訳ないけど私は行けないから。
どうしよう。私、兵所っていうか、こういうの苦手なのよね。自分から入ったのに？だって扉が開くって思ってたんだもん。でも、マジで閉じ込められている。無理無理無理。とにかく落ち着いて誰かを呼ぶこと。じゃね。ちょっと待って、見捨てないで。ねえ。ゆりとひまわりと萌えのライン。まだそばにいたりしない？いません。残念ながら。お願い、私の家にもう一回来て。他の人は送っても返事が来ないの。お願い。まあそうでしょうね。どういう意味？こっちの話なので気にしないでください。お願いお願いお願い。お金でも何でも払うからこっちに来て。私、倉庫に閉じ込められちゃったみたいなの。事故かもしれないけど、開かなくなってるの。私、倉庫の中にいるの。日中は暑いから倉庫の中は大変そうですね。わかってるなら助けてよ。なるみさんに迷惑をかけた人、なぜ私が助けなければいけないんですか？え？ゆりはなるみさんのことが大好きななるみさんのストーカーなんです。なので、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。なので、あなたがどうして閉じ込められたのかも知ってるかもしれませんよ。どうして開かなくなっちゃったの？偶然？それとも、なんか立て付けが悪かった？あなた、ママ友のことを相当信用しているんですね。え？どういう意味？犯人は今日の食事会に来たママさんの中にいます。嘘でしょ。私、みんなと仲良くしてたのに、どうしてこんなことする人がいるのよ。知らないうちに嫌われてたんじゃないですか？思い当たることはありませんか？思い当たることマジでない。嘘でしょ。私、嫌われてたの？怖。みんなあんなニコニコ話しててくれてたのに、誰がこんなこと。あなたがみんなの前でニコニコして、なるみさんに嫌がらせをしたように、誰かもあなたのことを嫌いだと思いながら作り笑いを作っていたんでしょうね。こわ！何そいつ、こわ！やっていることはあなたと一緒じゃないですか？いや、普通に怖いでしょ。それでこんなことするなんて。みんなと仲良くしてたつもりだし、悪口言ったりしてないのに。まあ今日は一日そこでおとなしくしていたらどうですか？なるみさんにしたことを反省するいい機会かもしれません。無理無理無理。私、密室とか無理だから。いいからさっさと助けに来なさいよ。なんでそんな上から目線なんですか？へっ。そもそもなぜ助けられるのが当たり前だと思っているんです？なるみさんに嫌がらせをした分際で、あなたのような人を助けたいという気持ちが1ミリもありません。脱水症状とかで倒れるかもしれないのよ。どうぞご自由に。笑い事じゃないのよ。脱水症状ごときじゃゆりに脅しは無理ですよ。だってゆりはなるみさんに迷惑をかけた人を拷問し、あ、嫌がらせ、お仕置きしてるんですから。今不穏な単語が聞こえた気がしたけど。まあそういうことですね。お願いします。何でもしますから助けてください。なるみさんにも謝って、私もう絶対嫌がらせなんかしないから。怖い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 。犯人が誰か突き止めたらいいじゃないですか。犯人を突き止めることができたら、その人に解放するように言ってあげます。本当に？はい。ただ回答権は2回まで。正解すれば今日中に出ることができますが、不正解だった場合は、出張から旦那様が帰ってくる明後日まではそこにいることになりますね。やばいやばいやばい。あれ、お子さんは大丈夫なの？子供の面倒は面倒くさいから実家に預けてきた。そうよ。携帯で警察を呼べばいいんだわ。先ほど他の人から LINE の返事が来ないと言いましたよね。私たちとしかやり取りができないようになっています。そんな。なので、あなたは犯人を当てるしかそこから出る方法はありません。誰なの？みゆきさん？幸子さん？ともえさん？わからないわからない。みんな仲良くしてたつもりだからわからない。それじゃあ答えがまとまったら呼んでください。待ってよ！これでお仕置き終わりなんてだいぶ優しいんだね。終わりなわけないじゃないですか。え？そこから出てきた後は、旦那様と離婚してもらって裏の施設行きです。裏の施設でも同じような倉庫に閉じ込めてあげましょう。そこに一日一人誰かがやってきます。この人は信用できると思ったら扉を開けるといいでしょう。正解であれば食料や水をくれます。あとは遊び相手になってくれたりですが、もし外れの時に開けてしまったら、あなたは一日拷問三昧。扉の向こうの相手がいい人かどうかしっかりと見極めてくださいね。
今現状ママ友の犯人が分かってないのに、だいぶ絶望的かも。どうなるの私。それではまずは簡単な今の問題に取り掛かりましょう。早くそこから出られるといいですね。いや、出して。その後、萌さんは結局犯人を当てることができず、扉を壊して自分で出たらしいよ。犯人だったママさんは萌さんからバカにされたような発言をされていた人だった。自分のことはいいけど子供のことも笑われて我慢できなかったってさ。ユリが今回は明るく注意して、その人も本当に反省してたみたい。もしやることが悪化するならユリに裏の施設へ連れて行かれるだろうし、今回その人は特にお咎めは今のところはなし。萌さんはその後離婚していつの間にか姿を消した。ユリが裏の施設に連れて行ってお仕置きをしてるんだって。でも彼女人間不信になっているせいで、誰の時に扉を開けていいかわからないとか、とりあえずお腹が空いて限界の時に扉を開けたみたいなんだけど、ことごとく外れるんだよ。人間の怖さを今彼女は存分に味わっているんだろうな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。